はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。今映ってるこちらはですね、メダカのビオトープです。で、今年2024年もですね、このメダカの屋外飼育のシーズンが始まるということで、まあ自宅でメダカを飼育してみようと思っている方も多いと思うんですね。なのでここでは、まあこういったメダカのビオトープを作る際、もう絶対チェックしておくべきポイント、まあこれを知っておけば間違いなく、まあ余裕で飼育ができるという、もう超重要なポイント、それを紹介していこうと思います。で、ちなみにですね、今映ってるこちらのビオトープなんですけども、これ軽く2年以上は低床掃除とか、まあ、低床っていうのはこの砂利ですね、砂とか砂利、この低床掃除とか換水、まあ、水替えをせずに、まあ、減った水を足し水するだけで管理をしているといった感じで、そんな感じでこのビオトープっていうのは、まあ、飼育する重要なポイントさえ押さえていれば、もうほんと手をかけずに管理することが可能になります。まあ、なので初めてビオトープを作ってメダカを飼育する方、まあ、屋外飼育する方だったり、まあ、それか以前にメダカの屋外ビオトープを作ってみたけどあまりうまくいかなかったという方はですね、まあ、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、その重要なポイントっていうのはこちらですね、まあ、この4つですね。これを1つずつ詳しく説明していきます。まず最初のこの水田鉢選び、まあ、水田鉢っていうのは今映っているこういった形状の容器のことです。まあ、こういう形の容器を水田鉢といって、まあ、これが飼育容器、まあ、熱帯魚水槽でいうところの水槽になりますよね。で、これの選び方がめちゃくちゃ重要です。もう9割方これ次第で飼育がうまくいくか、まあ、逆にうまくいかないか決まると言ってもいいくらい重要なポイントになります。で、この飼育容器選びのポイントなんですけども、まあ、今映ってる水田鉢のような形状であること。で、まずこの水田鉢見てもらうと分かる通り、この口がめちゃくちゃ広い作りになってますよね。まあ、こういう形状から選べば間違いないということです。それでいてできるだけ水量が多く入る容器であることです。もうこの2点につきますね。で、まずなんでこの水田鉢のように、まあ、こういった口の広い作りの容器がいいのかというと、まあ、結論から言うとこれ酸欠になりにくい構造なんですね。まあ、メダカを屋外で飼育する場合って、まあ、今映ってるようにアクア用品の、あのよくあるブクブク、金魚に入れるやつですね、酸素のブクブク、エアレーション、まあ、そういったものとか何も使わないで、もうこの状態、もう容器にただ水を入れただけの状態で管理することがほとんどだと思います。で、これ見て酸欠にならないのかって疑問に思う方も多いと思うんですよ。まあ、ただですね、酸素っていうのは空気の触れている面から常に水中に入り込んでるんですね。まあ、メダカとかアクアリウムで言うと水面からになるんですけども、まあ、水面から酸素っていうのは今この瞬間も水中に取り込まれているんですよ。まあ、なので容器の口が広いということは、まあ、それだけ水面の面積が広いので酸素の供給量も多くなるんですね。それでいて水田鉢ってあまり高さがないんですよね。まあ、そうなるとですね、水面から酸素が供給されれば水が循環していなければ表面だけが酸素が濃くなりがちなんですけども、高さがあまりないことによって酸素の薄い領域が少なくなって、まあ、全体的に酸素量を濃く保つことができるようになるという構造になってるんですよ。なので、もし仮に、まあ、こういった水田鉢以外の容器を使う場合はですね、まあ、できるだけですね、これと同じような、まあ、似たような容器を選べば OK です。まあ、見た目全然気にしないっていうのであれば、バケツなんかでも全然 OK ということになります。で、ちなみにですね、めちゃくちゃおすすめのバケツを紹介した動画が他にありますので、もしご興味があればですね、ぜひこちらもご覧になってみてください。次に水量が多い方がいいということなんですけども、まあこれに関してはですね、水量が多い方が飼育が何かと楽だし、生態も多く飼育できるっていうメリットがありますよね。で、それから水量が多いということは、水量が少ないものと比べて水質と水温の変化がしにくいというのがめちゃくちゃ大きいメリットになってきて、まあこの水質が変化しにくい、まあ、つまり水が汚れるスピードが緩やかなおかげで生態の飼育が楽になるんですよね。あと水温問題を解決できるっていうのがかなり大きいメリットになってきて、まあ、最近というか近年の夏ってめちゃくちゃ暑い日が多いですよね。まあ、これ地域によると思うんですけども、まあ、ちなみに僕が住んでる場所では去年は連日35度超えとか当たり前で、まあ、そうなると屋外で管理してるビオトープの水温ってかなり上昇するんですよね。もう指入れると分かるんですけども、ぬるま湯見たくなります。で、例えば水量の少ないビオトープだと、もうほんとお湯ですね。まあ、そうなると生態は高確率でいっちゃいます。で、今映ってるこのビオトープ、
これ去年はベランダで完全放置していたんですけども、真夏でも余裕でメダカが落ちることなく普通に飼育することができてました。でちなみにメダカは高水温にすごい強い生き物で、まあ、35度ぐらいまででしたらもう普通に元気に泳いでます。まあ、ただそれを超えてくるとちょっと危なくなってくるので、本当真夏の暑さは注意が必要です。でビオトープの高水温対策っていろいろあるんですけども、まあ、例えばすだれ、今こうやって後ろにあるようなこのすだれですね、まあ、こういったもので日陰を作ったり、まあ、そもそも直射日光の当たらないような場所にこのビオトープを置くといった対策もありますけども、まあ、こういった対策って水量の少ないビオトープだとあんまり意味がないんですよ。効果ないです。本当にもうしっかりこうやって水量を確保できるビオトープでやってこそ効果を発揮する対策になりますので、まあ、そういった意味でもですね、もうできる限り水量の多く入る容器を強く勧めます。じゃあ次に低照の重要性についてなんですけども、まあ、この低照っていうのは先ほども言いましたけども、この底に入っている砂利とか土ですね、これのことを低照って呼びます。まあ、低照があるないでは見た目が全然違いますので、見た目を良くするという意味でも低照を入れた方がいいんですけども、まあ、実はですね、見た目以外にも入れることで大きなメリットがあったりします。でそれは何かというと、まあ、つまりろ過能力が向上するというのが挙げられます。まずこのろ過能力についてなんですけども、このろ過っていうのは大きく分けて3つあって、この水中に浮遊しているゴミをこし取って取る物理ろ過、まあ、よく汚い水を上から入れると綺麗になった水が下からちょろちょろ出てくるっていうような動画を見たことあるって方も多いと思うんですけども、あれですね、あれが物理ろ過です。まあ、それから匂いとか黄ばみを取る吸着ろ過、化学ろ過とも言われます。まあ、身近なものだと備長炭とか、あと猫のトイレによく使われる砂ゼオライトなんかがあるんですけども、こういったものはですねアクアリウムでもよく使われてます。でそして最後に生物ろ過といって、この水中に存在するバクテリア、微生物がいるんですけども、その微生物がアンモニアとかの有毒物質を分解して無毒化するというものがあります。でここでいうろ過能力っていうのはこの生物ろ過のことを指します。まあ、つまり低照を入れると生物ろ過の能力が向上するということになります。で実はですね、アクアリウム、メダカ飼育でもそうなんですけども、この生物ろ過がめちゃくちゃ重要な要素になっていて、これができていない環境だと生態の長期飼育がほぼ不可能と言ってもいいくらい重要です。もうろ過の中でも最も重要ですね。でこの水をきれいにするバクテリア、微生物はですね、時間が経つと繁殖して徐々に増えていくんですね。で水中のあらゆるものに定着します。まあ、住み着くんですね。でもし仮に容器に水しか入っていないような環境、それだと定着できる場所っていうのは容器の縁だけになりますよね。まあ、実際にこれだとろ過能力が弱いって言われてます。で逆に低照を入れると定着できる場所が一気に増えますので、このバクテリアの定着率が爆上がりして、まあ、それでろ過能力が向上するといった感じですね。まあ、なので見た目を良くするため、それに加えてろ過能力を向上させて生態を飼育しやすくするためにも低照は入れた方がいいですね。でちなみになんですけども、超おすすめの低照とか、低照を入れるとろ過能力を上がる理由とか、低照の種類によってもろ過能力に違いが出てくるんですけども、そういったところを詳しく説明した動画が別にありますので、もしご興味があればですね、そちらも合わせてご覧になってみてください。で次に水草、植物の重要性ということなんですけども、まあ、やっぱ植物があると見た目が綺麗ですよね。ただそれ以外にも嬉しいメリットがあります。でそれは何かというと、この植物には水質浄化作用、まあ、つまり水をきれいにしてくれる作用があるということですね。まあ、例えばメダカとかの生態を飼育すれば必ずアンモニアが発生します。このアンモニアっていうのは生態にとってめちゃくちゃ有毒な物質なんですけども、植物からしたらただの餌に過ぎないんですね。もう養分です、養分。あと先ほど説明したこの生物ろ過、これによってバクテリアがアンモニアを分解してくれはするんですけども、この生物ろ過っていうのはアンモニアをアショウ酸に変えて、このアショウ酸を硝酸塩に変えるっていう作用を言うんですね。まあ、消化作用とも言うんですけども、でこの硝酸塩は残ってしまうんですよ。まあ、この硝酸塩っていうのはアンモニアに比べれば断然毒性は低いんですけども、濃度が高くなりすぎればちょっと危険なんですね。全く毒性がないってわけではないです。まあ、ただこの植物はですね、この生物ろ過ですら残ってしまうこの硝酸塩も養分として吸収してくれるので、こういったアクア用品を一切使用しない環境だともうかなり重要な存在になってくるって言えます。まあ、なのでぜひお気に入りの植物を導入してみてください。
で、ちなみに僕のお気に入りの植物は今写ってるこの睡蓮ですね。これ一株だけでこんなになっちゃうんですけども、まあ、綺麗な花が咲いたりしてかなりおすすめです。まあ、他にもいっぱい魅力的なものがありますので、まあ、ぜひいろいろとチェックしてみてください。では次、最後の過密飼育 NG ということなんですけども、過密飼育っていうのは、まあ、簡単に言うと生態を入れすぎることですね。この生態を多く飼育すればそれだけ水が汚れやすくなって、まあ、特に先ほど説明した有毒物質のアンモニア濃度が急上昇しやすくて、まあ、一言で言うとかなり危険です。で、実際にですね、初心者が失敗しやすいことで有名なことに、この生態の入れすぎ、まあ、つまり過密飼育が多いって言われてます。まあ、いくらこういった水量の多い飼育容器を使ったとしても過密飼育をしてしまうと、もう水量が多いとか意味なくなってしまいますので、まあ、ここはかなり注意すべきポイントかなと思います。まあ、ただですね、一旦メダカとかの生態を飼育しだすと、まあ、他にもエビとか貝とかいろんな生態興味持って、まあ、次から次へと導入したくなるんですよね。まあ、それで気がついたら過密飼育になってるパターンっていうのが多くて、まあ、これアクアリウムとかメダカ飼育のあるあるでもあるんですけども、まあ、結構危険が多いので意識した方がいいポイントです。で、生態を飼育する目安っていうのが一応あって、なんか生態1センチに対して水1リットルなんてものがあるんですけども、これだと、まあ、メダカは1匹あたり最大で4センチくらいまで成長するので、まあ、10リットルで2、3匹しか飼えないっていうことになりますよね。まあ、ぶっちゃけですね、さすがにこの目安はやりすぎ。まあ、せいぜいですね、1リットルに対して1匹、まあ、最初初心者の方にはこれぐらいがおすすめです。まあ、これぐらいの割合であれば結構安全に飼育はできます。で、この生物ろ過のサイクルができていて、それでいて飼育に慣れてきたら、まあまあな過密飼育でも普通に飼育ができるんですけども、まあ、それは飼育に慣れている人だからできることであって、まあ、最初は失敗しないためにも、まあ、過密飼育は避けてこれぐらいの割合で飼育することをお勧めします。はい、そんな感じで、まあ長々と話してきましたけども、まあ、今言ったことをざっくりまとめるとこんな感じ。まあ、こういったサイクル、まあ、環境がビオトープにできることでほとんど手を加えなくても飼育が可能になるといった感じです。まあ、これからメダカを飼育する方はですね、ぜひこの動画を一つのご参考にしていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。で、このチャンネルではですね、今後もメダカに関する動画をどんどん出していこうと思ってますので、というか行きますので、もしご興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。で、過去にもメダカ関連の動画をいっぱい出していますので、もしよければそちらも合わせてチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。